ラグビーワールドカップフランス大会までいよいよあと2ヶ月。現在日本代表はその大舞台に向けて宮崎で合宿を行っています。そして、その桜の選手たちを指導してきたジェイミー・ジョセフヘッドコーチが、今大会限りでの退任の意向を示しました。ジョセフヘッドコーチは2016年に就任。スローガンワンチームのもと、日本代表をワールドカップ史上初のベスト8に導きました。長年指導を受けてきたリーチマイケル選手は、ジェイミーの最後のワールドカップでもあるし、勝って送りたいなと。ジョセフヘッドコーチ、最後のワールドカップへ向け、日本代表はあさってから5週連続で強化試合に臨みます。今日初戦のメンバーが発表され、2015年、19年とワールドカップ2大会連続でキャプテンを務めたリーチ選手が、大事な初戦のキャプテンに任命されました。すごい責任を感じた。自然と周りをサポートしながら、いろいろ自分のこと以外のこと、結構やる癖があるから、自分のパフォーマンスに影響しないように気を使ってます。自分たちに立てた目標も優勝ということで、一戦一戦を大事にして、勝つことにこだわってやっていきたいなと思います。